安子芸能界追放病読みふわちゃん暴言騒動の大ダメージ、24時間マラソン、絵の影響大な疲労困憊事態の切実裏側。お笑い芸人安子二25に8月6日、お笑いタレントのふわちゃん、年齢非公表、と直接対面して謝罪を受けたことが7日に報じられ、8日、双方が直接謝罪について明らかにした。やすは謝罪を受け入れており、 両者にわだかまりは残っていないということだが、発端となったのは、フワちゃんが X、旧ツイッターでヤスコさんの投稿に対して、あまりにも最低な暴言を投稿したことでした。フワちゃんは X 上で即座に謝罪をしましたが炎上は収まらず、大騒動に発展しました。女性誌ライター。フワちゃんは、ヤスコが8月2日に X に投稿した。 安オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですというポストを引用し、4日に不適切な言葉を投稿していたことが発覚。8月5日27時6日午前3時に放送が予定されていた、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ日本放送が休止、6日の昼頃にはフワちゃんが出演していた Google ピクセルの CM 動画が非公開に、 7日には、フワちゃんがレギュラー出演する番組、行列のできる相談所日本テレビ系が8月11日放送会で登場シーンを極力カットする方針だと一部で報じられ、そして9日にはついに、オールナイト日本ゼロからの交番が決定した。日本放送は公式サイト上で、日本放送では番組基準というルールを設けており、 他者を尊重しない誹謗中傷する行為については決して認めることができないと考えております。フワちゃんの今回の不適切な投稿は番組外での発信ではありますが当社の考え方に著しく反するものでありオールナイトニッポンでゼロの交番を決定いたしました。と発表した。いよいよ 芸能界からの追放がリアルになってきたふわちゃんの所属事務所は、暴言投稿の翌日の5日の時点で、現在、安子様に対する謝罪等の対応を優先させていただいております。とスポーツ紙の取材にコメントし、その後、直接謝罪の機会を得たわけだが、一方被害者である安子は8日にはレギュラー出演する、昼なんです。日テレ系に生出演。そして9日朝には、 私は SNS は明るい言葉を発信したいと思っているので、今後は言及しません。不快にさせてしまったらごめんなさい引き続きいつも通りのポストを続けます皆様素敵な一日になりますように気をつけていってらっしゃい。とポスト。平常を取り戻しているようにも感じられるが、彼女の現状を民放キー局関係者はこう話す。今。 安子さんと彼女のマネジメントサイドには、ふわちゃんの件でいろんな連絡や情報が絶え間なく入り、スタッフも本人も疲弊困憊状態だと言います。メディア、スタッフの間でも、ふわちゃんに対して徹底的に厳しく言う人、バランスを取ろうとする人、調整役になろうとする人、状況によっていろいろな人の態度、感情の移ろいを感じて振り回されてしまい。 安子さんもマネジャーも心底疲れているそうです。さらにそこに暴言を吐かれた相手フワちゃんの直接の死体があったわけですからね。疲れないなんてありえない。そして、この大騒動が起きたタイミングがあまりにも悪いですよね。安子は昨年の仕事量が300連勤以上と公言している超売れっ子。今年も勢いは全く落ちず多忙を極めており、 ぐるぐるナインティナイン日本テレビ系や、ヒルナンです。全道のレギュラーを務めているほか、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP、富士テレビ系など、数多くの番組にゲストや準レギュラーとして出演しており、テレビで姿を見ない日はない。そして、今から3週間後の8月31日9月1日には、24時間テレビ47愛は地球を救うのか 日本テレビ系の目玉企画、全国の児童養護施設に募金マラソンでチャリティーランナーを務めることが発表されている。通常の仕事だけでも超多忙なところ、24時間テレビのマラソンランナーとして、国書対策の初熱順化トレーニングなどをこなす超過酷な状況。忙しいのに慣れた芸能人でも、それだけでパンクしてしまいそうですが、 そこにきて今回のフワちゃんの暴言騒動が乗ってきているわけですからね。マネジャーは本当に手が回らない状態で、安子さんも精神的に疲れてしまっているそうです。加えて、さらにダメージが蓄積する理由がある。それは、およそ2ヶ月前の文春法です。そこでの昇進が尾を引いていると聞こえてきています。前室の民放キー局関係者。 安子は自衛隊員の経歴を持つ、現在も即応予備自衛官が5月29日配信の文春オンラインと5月30日発売の週刊文春文芸春秋に後輩の元自衛官 X 子さん20代による告発記事が掲載された。2018年10月のこと、京都府宇治市にある大久保駐屯地で安子が X 子さんに対して自衛隊辞めてしまえ。 と凄むなどパワハラ行為を告発する内容だった。もちろんパワハラを容認することはできませんが、自衛隊という特殊な組織、環境だからこそのあるあるだろうと受け取った人も多く、安子さんの好感度がダウンすることはありませんでした。ただ、安子さんは報道に相当ショックを受けてしまっていたそうです。そこからほどないタイミングで、 炎天下の過酷な24時間マラソンの準備の最中に、今回の大騒動、サポートする周囲モテンやワンヤで、安子さんは精神的にも難しい感じになってしまっていると言います。24時間テレビが放送される8月末も厳しい国書が続くと見られていて、ただでさえ安子さんの肉体的な負担を心配する声は多い。 安子さんは高校時代にお世話になった児童養護施設のために走るわけですが、ここから本番まで準備が順調に進むか、心配ですよね。全道。